釈迦如来の御為には、台場だったこそ第一の全知識なれ、今の世間を見るに、人をよくなすものは、加藤度よりも合的が人をよくなしけるなり、 眼前に見えたりこの鎌倉のご一門のご繁盛は吉森と沖の法王真島砂寸場いかでか日本の主となり保うべきさればこの人々は この御一門の御ためには第一の加藤度なり日蓮が仏にならん第一の加藤度は影信星には良家道龍道阿弥陀仏兵の左衛門の女 河野とのましますさずんばいかでか法華経の行者ととはなるべきと喜ぶと。主従おふるまい御所。釈迦如来にとっては台場だったこそ第一の全知識ではなかったか。今の世間を見る。 人を良くする者は、味方よりも合敵が人を良くしているのであると。その例は眼前にある。この鎌倉の北条五一門の繁栄は、北条一門を倒そうとした最大の敵である和田義盛。 和田義盛ですね、と、隠岐の鳳凰とがおいでにならなくては、どうして日本の首となれたであろうかと。それゆえ、この人々は、このご一門のためには、第一の味方であると。日蓮が仏になるための第一の味方は、 東条景信であり、星では、良官、道竜、道阿弥陀仏であり、また、兵の左門の城、相模の神殿ですね、北条時宗がおいでに言いならなくては、どうして法華経の行者になれただろうかと、喜んでいると。 チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。すでに登録してくださっている皆様もありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。